はい、昭和40年代生まれの皆様、スクールウォーズは言うまでもなくご覧になったことだと思います。山下真司さんがね出てきてね、それから大木大輔が出てきたりとかね、まあ、そういった突っ張り者の不良たちをね叩き直して全国制覇花園に向かう例のね感動映画ですけども、これリメイクが出てたのご存知ですかね。大体リメイクってダメになるでしょ。特にスクールウォーズのリメイクっていうと、あーとか思うじゃないですか。これむちゃくちゃいいですよ。スクールウォーズヒーローって言ってね、これいつの作品かちょっと書いてないですけど、どっかに書いてあるんでしょうけども、割と最近の映画ですよね。ここ翔英さんが出てるでしょ。これが滝沢先生の役です。もちろんイソップみたいな人も出てきます。イソップっていうねあだ名では出てこないんですけども、全く同じ、ストーリーの中に組み込まれてます。それからね大木大輔は出てこないんですけども、よりリアリティのある実際の話に近づけるために八坂の慎吾っていうね、とんでもない突っ張りが出てくるわけですよ。当然滝沢先生が転入してきたっていうかね、赴任してきた学校っていうのは荒れに荒れまくった不良校です。で何がいいかっつうとね、これねスクールウォーズを愛してる人がもう作った作品だなってことがよくわかります。むちゃくちゃいいですよ。もう何がいいかっていうとね、私が言うとねもう本当に見るのやめたっていう人が出てくるんで、もう言いたくない、あんまり。ただ今40代50代を生きてる人は必ずですね、何かを俺もやってみようっていう気持ちになることと、あとね泣けるポイントがいくつかあるんですよ。いや本当にねハンカチを持って見てほしいなと思います。で心が熱くなって、いや俺もこういう青春時代、やっぱりね過ごしたかったよねみたいな感じで若い頃思い出すと思うんですよ。でねこのスクールウォーズヒーローズっていうのは映画で、まあ大体1時間2時間ものなんですよ。116分ものなんですよ。その中にスクールウォーズが全部入ってます。もうほんとそのまま入ってます。いやいやもうスクールウォーズをよくここまでねリメイクをパーフェクトにしたなと思った。そのスピード感とかそれから展開とかね、退屈するとか全くありません。トイレに行く暇もないぐらい没頭すると思います。で当然ラグビーで最初ねボロ負けしてその後勝ち上がるっていうのね、109対0じゃないですけどもね、今回もっと差が開いた状態で負けるんですけども、それも出てきます。で残念だったのが対戦相手のやっぱりね、相模一高ですか、あの辺とかね、出てこないんですよ。そこまで対戦相手のことは深く掘り込む時間はなかったのかもしれませんけども、でもねこの滝沢先生、まあこの映画の中では滝沢先生じゃないんですけども、滝沢先生率いるラグビー軍団の一つ一人のねメンバーがきちんとね反映されていて、すごくいい作品になりましたね。これは一部の隙もない作品だと思いますよ。ですんで前作のスクールウォーズが大好きな人も文句なしでこれのファンになると思います。そしてスクールウォーズなんて知らないって方がたまたまこれを見てしまったら、原作のスクールウォーズをね、あのドラマの方ね長いでしょ、あれ24話ぐらいありましたっけ、あれを必ず見たくなります。で両方とも好きになるはずです。すごい作品ですよ。もうこれねぜひ見てほしいと思います。